アルファコンでは、ギニアの政治家。2010年より、同国大統領を務めたがクーデターでその座を追われた。2017年度のアフリカ連合議長も務めた。マリンケジン。ギニア人民連合党首。2010年11月に行われた、ギニア発の民主的大統領選挙において52.52% 52の票を獲得し、大統領に当選した。 1938年に、フランス領西アフリカのギニア西部のボケで生まれた。15歳の時に、パリに渡り、パリ3区のリセ・チュルゴで学んだ。その後、パンテオン・ソルボンヌ大学に入り、でのディプロマ、さらに法学博士号を取得し、同パンテオン・ソルボンヌ法学経済学部の教員となった。その間、1970年5月28日に、 パリで、レイシストによる、人種差別の襲撃に遭い、口外列や鼻の二重骨折、股関節の裂傷などを負った体験などを述べている。1977年、アルファ・イブライマ・マソーラと中心になって、レムーブメント・ナショナル・デモクリティークの名で秘密結社を設立し、1991年になって一年の、民主化運動の最中にあったギニアで合法化された。 1970年にセクトゥーレ大統領により欠席裁判などで死刑を言い渡されたギニア知識人の反体制派の一人としてフランスで亡命生活を送っていた。上述のようにパンテオン・ソルボンヌ大学で教授を務めていたが、1993年にランサナ・コンテ大統領が複数正当制を導入し大統領選挙を実施すると、 コンデは帰国し出馬したが、コンテの得票51.7%に対し、コンデは19.6%の得票で敗れた。ついで1998年の選挙にも出馬したが、コンテの56.1%、ママドゥボイエバの24.6%に次ぐ3位に終わった。同年12月16日、コンデは政府によって、 反政府暴動の計画及び不法出国の準備をしたとの理由で逮捕された。コンデの裁判は1999年9月に開始される予定であったが、2000年の4月にまでずれ込んだ。この裁判は9月中旬に決審し、コンデは懲役5年の判決を受けた。しかし、2001年5月にはコンテ大統領によって恩赦を受け、 政治活動の停止を条件に釈放された。釈放後コンデはフランスへと出国したが、2005年4月には、再び、ギニアへと戻った。2008年12月23日に、コンテ大統領が死去すると同時にムサダ・ディス、カマラ・大尉によるクーデターが発生し、ギニアは民主主義と発展のための国民評議会による軍事政権となった。コンデは、 軍事政権のメンバーと面会し、クーデターは愛国者によるものであるとして一定の評価を与えたが、その後、カマラ政権はコンデを批判し、コンデも独裁化するカマラ政権に批判を強めていった。アルファコンデ、2014年2009年12月3日にカマラが銃撃され、代わって暫定大統領に就任したセクバコナテが大統領選挙を実行すると、 本では大統領選挙に出馬し 18.、18.29%の得票で2位で決選投票へと駒を進めた。そして2010年11月7日、元首相のセルダーレンディアロとの決選投票に52.52% 52の得票で競り勝ち、ギニアの大統領に当選を果たしたと11月15日に選挙管理委員会が発表した。 ギニア憲法裁が選挙結果を承認すれば、この結果は確定となるが、ディアロは選挙管理委員会の正式発表前に、この結果を不服とする声明を発表し、即日首都、コナクリなどで暴動が発生、11月17日までに7名が死亡し、コナテ暫定大統領は、非常事態宣言を行った。しかし12月2日に、ギニア最高裁判所が、 ディアロの抗議を知りけると、ディアロも敗北を認め暴動は沈静化した。これを受け、12月21日に、コンデは大統領に就任した。2015年の大統領選挙で再選。2020年3月に、大統領参戦を可能とする憲法改正を行い、同年10月18日の大統領選挙で参戦。2011年7月19日夜には、 コナクリ市郊外のキッペにある大統領指定が武装集団により襲撃され、ロケット砲が撃ち込まれる事件が発生した。2021年9月5日朝に軍の特殊部隊が大統領官邸付近で銃撃戦を展開し、コンデの身柄を拘束。国家和解発展委員会を名乗って政権を掌握し、憲法の停止や政府の解散を宣言するクーデターが発生した。 ありがとうございます。